茨城県鹿嶋市鹿嶋神宮。紀元前660年神武天皇元年の創始と言われています。祭神は竹三日寿司の狼。古来より武の神様として信仰されてきました。力が強いというふうに描かれているんですが、この力が強いというのも、ただ宗谷で乱暴というわけではなくて、その地域に秩序をもたらした、大変力の強い神様として描かれています。おそらくはこういったところが武というところに関係性を持っている、関係してくるんだと思います。竹三日寿司の狼は現代に至っても武道の世界で崇拝されており、鹿嶋神宮では武道に関係するさまざまな年中行事が行われています。その一つ、鹿嶋神宮奉納日本古武道交流演舞大会。全国各地から日本を代表する古武道数十流派が集まり、日頃の修練の成果を武の神様に奉納します。現在古武道に携わっている、門人の方はもちろん先生、たちもそうですが、まずもって畏敬の念に絶えません。さまざまな時代が流れていくこの世の中で、古くから残されているものを未来に残していこう、こういった精神を、将来にわたって引き継いでいこう、そういった活動をされていること、本当に素晴らしいことだと思っています。古いものは1000年以上の歴史を持つと言われ、護身術や闘争術として独自の発展を遂げた古武道の各流派。今年の10月8日に行われた演舞大会には全国から35流派が集まり、これまで脈々と受け継がれてきた技の数々を神前で披露しました。この番組では前編後編の2回にわたって参加した35流派すべての演舞の模様をお送りします。現代武道の原点である古武道の伝統と技をじっくりとご覧ください。第14回鹿嶋神宮奉納日本古武道交流演舞大会。天心昇殿香取神道流剣術。神道流はおおむね時代室町中期に、下総の国飯笹超一斉家直子が香取神宮の、奥の宮にこもって、武術を得得したという武術で、剣術の源流派の3つの中の、古いその中で古い、一流派となります。一つ一つが、技と技の組み合わせになっていて、一つの技が、打ち立ち、受けの交互の技の繰り返しになっております。竹生島流棒術はですね、800数十年前の源氏と平家の戦い源平合戦の最中に、薙刀の使い手であった劉祖が薙刀の小身元から折れ絵ばかりになって、それで大勢の敵を討ち取ったと言われております。とにかく古い武道なもんですから、
手数が少なく俊敏な技で、一撃必殺といいますか、それに一番の技は気合であると。まず気合から技、俊敏な技を使って攻めていくというのが特徴でございます。竹の内流は今から約500年前、天文元年、西暦で言いますと1532年に創始されました。で、あとこの技は初代が竹之内中司太夫久盛と言うんですけれど、久盛の親子孫、この3代にわたって集大成された技になります。竹の内流は一子相伝で、ずっと続いてきた技です。本日ですね、私の、息子長男である、竹内智隆も演舞をしておりまして、もうそれ以降もですね、ずっとあの竹内家で、続けて、いけたらというふうに思っております。始まりはここの鹿島神宮さんでいらっしゃると思うんですが、そこから越前の福井県を経由して津軽に1600年代に伝来した流派であります。それ以来代々弘前藩の藩士の我々が伝えてきた剣術で今も頑張っております。大きな原理は他の五流儀とも共通接点が多いと思うんですが、非常にうちはシンプルで素朴な方が多いので、非常にそれだけに深くですね、掘って考えて稽古しなければ理合がつかめない、簡単だけに難しい流派だと思っています。演奏は源の義経公でありまして、その源の義経公が、鞍馬山の喜一方言公から、剣術を学ばれて、でその奥義を、得得して、でそれが、広島県の、五竜城の、城主の三男である宍戸自然家俊公が、奥義をまたさらに、極めて、それに関心流という流派名を、つけたと伝わっております。極めて、古い方ということを聞いておりますので、すごく見た目的には派手さはなく地味ではあるんですけど、とても実践的ということで、自分たちの血振りはすね囲いって呼んでまして、すねを、こう刀でこの囲うようにして、もし切った、相手に、息があった場合、そこからすねに対する斬撃を、血振りとともに防ぐという意味合いがあるということが、大きな特徴かなと思います。流派を起こした、渋川番五郎というものは和歌山の関口流呪術、これを免許改伝収めてですね、それから一流を起こしまして、渋川流と名乗り江戸に伝わりましてですね、そこから、今まで流れを組んでいるのが東流渋川流呪術でございます。Go!
今日ご披露した柔術、棒術、高太刀術の他にも、四五個ですね、さらに武器術がありまして、総合武術として、の特徴と、その一貫した、姿勢の一貫性と、その思想の一貫性、これが私たち学んでいる中でですね、すごく、勉強に、すごく楽しく練習させていただいています。約450年ほど前に奈良の宝蔵院で生まれました。宝蔵院というのは、興福寺の寺院なんですが、そこのお坊さんが、住職がですね、始めた流派になっています。特徴としては単なるまっすぐな槍だけではなくて、その槍先に横の刃をつけて十文字の形にしておりまして、それを使っていろんな技を繰り出せると。で、普通の流せるのは若干短めなんですが、その短さを逆に利用していろんな技をかけて相手に打ち勝つというようなものになっています。劉祖の、片山ほうきの神久康がまず400年ほど前にこの流派を編み立ちまして、うちの星の派っていうのは、星の角右衛門っていう人が、九州で片山流の流れを組んでやってたそうなんですが、疑問点がいっぱいあって、3代目の片山利助という先生のとこへ、再入門して技を正して熊本に帰って、それからずっと星の家でほうき漁をやるようになってました。うちの流派は周りが近いんですね。近間の工房が多いんで、シンプルと言ったらシンプルな技が多いですね。私たちの流祖は斎藤判官伝記坊と言いまして、鹿島新刀流の、塚原木伝の弟子が、流祖になっております。私たちは型試合といって型なんですが、試合のように本気でお相手さんと向き合うんですけれども、お相手との的、間合い、それから発字など正しく行うことに集中しておりました。なぎなたの場合は、最後にえぐりづく乱れというのがあるんですけれども、乱れという技が、特徴的になっております。江戸の中期宝暦年間にできた流派です。佐賀県の、鍋島藩の乙女武術になります。そこから連綿と今は12代宗家が同等ついているんですが、現在は兵庫県の尼崎市で稽古をしております。はい。で、総合武術でして、柔術と名打っていうものの、剣術も、薙刀も棒術も、いろいろやってるっていう流派、総合武術になります。
刀流の特徴としましては、体さばきを、力まず、凝らず、突きずっていうふうにして、心がけて稽古しているというふうなところですが、特徴にもなっております。それでは、準備が整いましたので、続きまして新行刀流剣術。新行刀流は、江戸時代、江戸で生まれてますね。岩助水剣秀明というのが、奈良の山奥で修行して、で江戸に戻られて、そして、新行刀流を流派を立ち上げたと、こういう流派の立ち上がりですね。やっとやっと、やっつけるために修行するんじゃないと、心を鍛えること、その心っていうのはどういうことかというと、人を大切にするっていうこと、人に感謝をする、こういうことを江戸時代から、これを私たちよーっと教えを今も守っておりますけども、こうやって振るんだよとかっていう、その形じゃなくて、そこに稽古する中で心のを形を心の中に入れて、そしてそれが人間を作るという。江戸時代のね、元禄年間に肥後藩士の伊沢長秀っていう方が、参勤交代で江戸住みになった時に、江戸で道場を出していた渋川万五郎っていう、道場に通って、関口流、の抜刀の部だけ藩に持ち帰って、始めたというのが始まりです。前後の足を飛び違えて、片手で、切ってしまうと。それで戦場においても関口流の大きな声を敵に聞かせるということで、相手を臆病風を吹かせるというかね、そういう効果もあったと聞いています。もともとは清和源氏から始まると言われておりますけれども、世に出たのは明治から昭和の初めにかけて、中興の祖と我々の方で、呼んでおります武田宗覚という方、会津藩に来られた方ですね。この方が、実質我々が目指しておる流祖にあたりますね。我々琢磨会と申しております、木佐琢磨というものがこの武田宗覚、それから上柴森平、この二人に稽古をつけていただいて、それを継承しておるというのが私たちの団体になります。合気柔術と称しておりまして、柔術にもう一つその合気という要素を入れながら、そこら辺が柔術と少し違うのではないかと思います。尾張貫流槍術は尾張藩に伝来する槍術です。これは乙女流と呼ばれて17世紀、管槍の伝統を受け継いだ津田権之丞先生が創始された流派です。現在までに400年、この尾張藩には、尾張貫流槍術のほかに、今日演舞しました柳生新陰流、あるいは延命流、新刀流というのが伝わっていまして、でそれをすべてそのままに伝えることが本道場の目的になっています。とりわけ尾張貫流槍術は左手に管を持っています。槍の長さは2間3メートル60、これを管を螺旋を描くように突き出すことで、突き出しから繰り引きの速さが特徴となっています。その破壊力は、
多くの先人たちを恐れさせたと言われています。約450年前ですね、この上州の流祖上泉伊勢の神が柳生石州祭に、伝授したということで、この柳生新掛流兵法というのが始まりました。柳生新掛流兵法の特徴は3つありまして、まずその性自然というのは、この体の働きを非常に自然の働きに背かない。それから第2の丸橋という言葉ですが、4つが一つの代表的なその係になるわけでありますけども、そのどれ一つにもですね、固執せずに状況に合わせて使うと。それから最後の真実の人ですが、これは剣の修行というのは自分自身の心を収めていく、自分の心を高めていくというものであるというふうに考えて皆修行しております。また木曽の流派は荒木又右衛門を流祖としてですね、宝祖に柳生十兵衛をいただいております。それで小山左門というものがですね、修行してもともとは東北仙台地方でしたけれども、修行をして江戸に出てきてですね、で江戸に残った系統の流派なんですね。私どもはですね、演武でもご紹介しましたように、柔術、それから棒、それから大太刀、から薙刀等ですね、いろんな武器を使いました総合武道なんですね。で特に体術というふうに言っておりますけれども、柔術を基本として、それが完全にできれば、棒を持てば棒術、剣を持てば剣術になるという、そういう考えでの流派でございます。もともとはですね、喜楽流の前に、戸田流という戸田越後守、という方が、流派を起こしまして、実際には喜楽流と名乗っているんですけれども、戸田流、喜楽流、無敵流の三流宗伝で喜楽流となっております。結局特徴はですね、柔術を主体としているんですけれども、各種武器術を主体とおりまして、本日はそのうちの柔術と棒術の方を、演舞させていただきました。当然現代の武道で継承しているものですので、やはり怪我などにも注意しつつ、昔のその武術の利害をなくならないように注意しつつ、普段から、稽古を行っております。長い歴史と伝統の中で培われてきた貴重な文化財である古武道、その技法の修練と武士道に由来する精神を通じての技と心を各流派見事体現していました。今日は、天候にも恵まれて、皆様にも、日頃の稽古の成果を遺憾なく発揮していただけたのではないか、それと同時に鹿島の神様にも、見ていただくことができて大変お喜びになられたのではないかと思っています。次回の後編では残り18流派の演舞の模様をお送りします。それぞれの流派の奥義と独自性に富んだ所作や技法をじっくりとご覧ください。お楽しみに。